今回はですね、JR 西日本など JR3 社が昨日発表したこの話題です。ということで、来年東海道山陰用九州新幹線で来年春からですね、車内の喫煙ルームが廃止されることが決まりました。東北上越新幹線などが入る JR 東日本をはじめ JR 北海道や北陸新幹線はすでに禁煙となっているため、これで全国の新幹線から喫煙ルームがなくなることになります。さて、広島の街の人はどう受け止めたのでしょうか。取材しました。反対。今あるので喫煙コーナーが、それでいいんじゃないかと思うよ。あえて減らす必要はない。必要はないと。広島東京間ね、4時間かかるのにストレスがたまるよね。住めない場所って増えてますもんね、全国的にも本当に増えて、まあまあ狭い状態ではおるんですけど、まあ致し方ない部分はあるかなと思いますけどね、私はね。住まない人のこと考えて、まあしょうがないかなというところですよね。いいんじゃないんですか、なくなってもね。私は我慢できるでしょう、もや何時間でも。今まあちょっと余裕、時間に余裕があったけ、まあ、ちょっと寄っただけで。あるところをチェックしといて、そこで一本を暮らしてでも吸うでしょうね。我慢できんようになるんで、やめる方が体に悪いって。吸ってたんですけど、まあもう数年前にやめて、まあなくしても全然。広くなって他のなんかスペースになった方がいいかなっていうの。喫煙ルームっていう公然と吸えるなんか場所がなくなったら、逆にそうじゃないところでこっそり吸って迷惑になることもあり得るんじゃないかなと思いました。不良炎とか健康の問題でなくなるのは嬉しいことですけど、それでなんかタバコがポイ捨てだったりとか、こうゴミが増えてくるとかっていうんだったら、またちょっとある程度そうここでは吸えますよみたいなのがあるんだったら、それはそれでいいのかなと思いますけど。まあ、こればかりはいろんな意見があるからという感じですよね。そうですね、一概にどっちがいいとも言い難いですし、吸う方と吸わない方でやっぱり意見分かれるのは当然だろうなと思いますね。僕は昔吸ってて今吸ってないので、ちょっと双方の気持ちが分かるかなという部分もあるんですが平野さんいかがですか。いや、僕自身も過去スモーカーだった、今はやめてますけども、ただまあ新幹線の中ってあまりスペースがない中、こう子育てしてるといつも多目的スペースでこのおむつ替えたりとかしたいのに数が少ないんですよね。もうああいうところに当てられるんであれば社会的にもいいなと思うし、もう一つは飛行機ってもう10時間ぐらい飛行機絶対タバコ吸えないので。あ、確かに昔は吸えたんですけども、当たり前になっていくともうそういうもんだっていう風な社会的な受け入れもあるのかなと思いますけどね。ちょっとそのあたりまとめてお伝えしていきます。これ JR 西日本などは、この廃止する背景についてですね、まあ、近年健康増進志向が高まったこと、そして喫煙率が低下したことを挙げています。で、この廃止された後の車内の喫煙ルームがどうなるかといいますと、来春以降順次非常用の飲料水を配備していくそうです。例えばですね、災害などの緊急時に駅以外の場所で長時間停車する場合、利用客に配るなどの対応に充てたいとしています。ということで、非常用の飲料水がまず配備される場所になるということなんですね。また一方で JR 西日本では壁などで仕切られていない新幹線の駅の喫煙コーナーも合わせて廃止します。で、広島県内の場合、東広島、三原、新尾道、3つの駅が対象です。一方、仕切りがある広島駅、福山駅の喫煙コーナーはそのまま残すということです。街の声でもですね、電車を1本遅らせてでも喫煙コーナーがあるところを探して吸いたいと思うという意見がありましたけど、喫煙者の方にとっては、まあ、この例えば広島から東京出張4時間の間に喫煙コーナーがある駅をチェックして指定席ではなく自由席で行って一本下ろしてみたいな、ちょっとこう今までとは違う移動の形っていうのも考えるようになっていくのかもしれないですね。まあ、でもお水も大事だと思いましたけどね、地震の時とかね。皆さんはどのように感じたでしょうか。以上、今生キャッチでした。